大人の遊びをしようじゃないか。逆ールド観察隊隊長、いつです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、テスラ株大幅下落何かが起こったということでね。 ライブ放送の方も終わりまして、晩酌の方もしまして、さあそろそろね、寝ようかなと思って、ベッドに入って、スマホをパッと見ますと、<laughs> えライきテスラの株が下がってるんですよね。どうなってんだ、ということで。そして雇用統計を受けまして、全体的にはね、株価は上昇していったのかなと思うんですけれど、実はね、あるものが低下しております。 そして雇用統計かなりね違和感が残る内容となってますさあ皆さん情報共有していきましょう現物のアメリカの株式の取引は大人のたしなみです作戦会議スタートですぼぼぼ僕らは逆イールド観察隊さあいつになったら逆イールドが 解消するのでしょうかということで、42年ぶりの逆イールドから観測史上最大の逆イールドに、ね、育っております。 この逆イールドの期間が長ければ長いほど、その後リセッション入り、そして株価の暴落につながっていくと。今回の逆イールドがそうなるかどうかはわかりません。なんせ42年以上前の話ですからねと。ただしね、暴落が来た時に慌てない対策、そちらの方をメンバーシップを立ち上げて、メンバーシップ会員さんと共にね、活動をしているということになります。転ばぬ先の杖。 まだまだね、間に合うということになっておりますので、メンバーシップ活動にね、参加していただける方、心よくね、お待ちしております。アンチは来てくれなくて結構です。別チャンネルなんですけれどね、40歳から60歳世代が失敗しないニーサ投資、こちらの方ね、メインチャンネルとして、メインのね、配信内容として、動画の方ね、配信しております。 まあ基本は平日ね、NISA とアメリカの株式の投資、土日祝日は旅とグルメ、クレカ情報という、ねえー、ことになってます。今ね、新 NISA 対象小リターン投資信託ランキングというのを、ね、発表しておりますので、説明欄に URL を、ね、貼っておきますので、気になられた方は見てください。ファングプラスはランキングに入っているのかどうかということで、もちろん2024年2月のトップ5ということになってます。 さあ、ソクルですね、えー。こちらの方は、もう堅調に、一旦雇用統計を受けて下がった時もあったんですけれど、まあ、終わってみればしっかりと右肩上がりと。えー、ただ、週末ということで、多少利確が入ったのかなということで、一旦下げますけれど、引け間際にかけて、まあ、しっかり状況、えー、しっかり上昇。えー、そして今あ、アフターマーケットの方でもね、えーまあ、しっかりと、えー、落ち着いていると、まあ、プラスになっているということなんで、 雇用統計、えー、なんかね、ちょっと強いぞというのが出てきたわりにはね、株価は反発しましたねと、このあたりちょっとね、違和感が残るところでしょうかと、えー、ただ、前日ね、大きく雇用統計前で調整が入って、ガツンと下げたんですけれど、まあ、そこからね、反発していってると、結果、今週終わってみたら、やはりレンジの中をうようよしてるだけですねと。 個人的な感想は、えー、3月の時点から言ってる通り4月はレンジ、正しいじわじわ上げていくんじゃないかという予想になってます。レンジまでは 当たってますんで、その後、じわじわね、高値更新できていけるのかどうかというところ、まあこれをね、楽しんでいきたいと。今のところね、エントリーポイントは消滅ですよね。終わりで43.62ということになってます。52週の高値56.99からマイナス40%で34.19ということになってますんで、まあ最低これ以上下がらないとね、エントリーする気にはなれないということになってます。 さあ,あ、テスラですね。な、え、ん、ー、で落ちたのかというところで、えー、ロイターにより下落もということになってます。どんな記事が出たのかなということでね。米テスラ、低価格、低価格 EV の開発中止関係筋ということでね。米電気自動車大手テスラは販売価格を約2万5千ドルに抑えた EV の 低価格モデル、開発を中止したと、事情に詳しい複数の関係者が明らかにしたということでね、この記事出てここですよ。マスク様に落ちててすらというね、えー、ことになりまして、ガークーンと下がってたんですよ。 もうこれは本当に恐怖を覚えるぐらいのね、えー、下がりっぷりをしておりましたので、これはあかんということで、すかさず、えー、数株購入しましたと。で、その後ね、起きて寝たら株価がね、 今度、時間外取引でね、急上昇しているんですよ。何が起こったんだというふうにね、まあ思ったわけですけれど、結果、イーロン・マスクが、それはね、誤報ですよということを発信したので、まあことなきを得たということになります。 ですので、マーケット中はね、結果、前日比マイナス7.3ということで下げたんですけれど、まだこのね、動画を回している間は、時間外取引終わってないんですけれど、今のところ、時間外取引では、プラス8%以上に戻っているということになりましたんで、まあちょっとこれね、冷やしの方の、だからね、これはね、こどう解釈していいんだということなんですね。まず、普通に何も考えずに、あのね、誤報の記事が出たから下げたというのを知らない なかったらああ、ボリンジャーバンドマイナス2シグマに戻ってきたんで、これはバンドウォークが起こるかもわからないんで、買うのはまだですよねという話になりますけれど、誤報でね、株価が落ちたのであれば、本来であれば、これボリンジャーバンドマイナス2シグマのところにはタッチしてないんですよね。えここでとどまっているということになりますんで、だったらレンジですよねとえ、レンジだったら7ドル前半だったら買いですよねということに、ね、なるんですけれど。 さあ、来週どうなっていくのか。一応形はボリンジャーバンドマイナス2シグマにタッチしてるということで、こっからバンドウォークが起こっていってもおかしくないというね、えー、状態なんですけれども。えー、ちなみに7ドル切ったところで拾えましたのでね、まあ私はラッキーだったかなというふうに思います。今、終わり値が7.11で、時間外取引で7.72なんですね。まあ 多少前後はすると思いますけれど。さあ、このあたりが私はもうね、買い場になるのかなと。6ドル切ってる時っていうのはね、場中ではね、4月の5日の金曜日だけなんですよね。しかもこれ、ロイター通信の誤報で7ドル切っただけということで、基本的には7ドル前半で、 まあ、拾い集めていきながら、私の次のエントリーポイントが6.332と、第1弾のエントリーポイントは7.91だったと思うんですけれど、まあ、それはもうねえ、貫通しておりますので、次は6.332を見据えながら、まあ、少しずつ少しずつ、7ドル前半、こちらの方のね、まあ、テスラの株を拾っていくのが、まあ、ベストなのかなというふうにはね、え考えているわけなんですね。そうしまして、 楽天証券はね、時間外取引までね、カウントしてくれませんので、とうとう大台に乗ってしまった236株、マイナス60.17%。まずはね、えー、こちらの方は掘っておきます。で、投下日口座、今、110株までね、拾い集めております。えー、こちらが平均取得が12.992ということになってきましたので、まあ、なんとかね、テスラがレンジに入っている間、 こちら、10ドルをね、えー、切っていきたいなということで、まあ少しずつ少しずつですけれど、まあメンバーシップでやってる方とね、えー、兼ね合いながら、向こうも購入していかないといけないので、ね、資金をまあ調整していきながらね、えー、東和さん講座、えー、これを10ドル切りを、まず目指すと、えー、こちらの10ドル切りが終われば、一木講座を、 手直ししていくのか、アーマネックス証券の方を手直ししていくのかということで、まあそのね、110株はマイナス45.27、そしてエマネックス証券174株はマイナス47.72ということで、いい感じでね、拾い集めれてるのかなというふうに思ってます。ちょっとね、株式投資を知らない人がね、マイナスのトータルリターン60%ついてるとか、45%ついてるとかって言うてね、 あ全くねあの、関係ないところをいじってきますけれど、あのトータルリターンマイナスって別にいくらついても、現物のアメリカの株式の取引は株数は全く減りませんので、そしてこのポジションをキープするのにお衣装ロスカットは発生しませんので、安い間にどれだけ買い集めれるかという、ねえー、ところになってくるわけですよ。安い時にどん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 購入して株数を増やしていく。高い、私が、ね、購入した17.8543のままでレンジに 入っていたらねなかなかこういう風に株式を拾い集めれないと。そりゃそうですよね。今、2分の1以下になってますから、17.85の時だったら1株しか買えないのが、まあ今はね 2. 数株買えるということになっていると。まあ、そろそろねえ気づいた方がいいんじゃないかと。さあ、ここでえ来週以降、お手すら 2倍プルがバンドーク起こるんだったら大チャンスなんでね、どん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 拾っていきたいと。まあ私はね、7ドルから8ドルの、まあ、レンジに入っていくんじゃないのかなというふうに考えておりますので、まあとりあえず慌てず下がらずゆっくりと。 え、購入の方していきたいと。えー、TMF ですね、えー、こちら54.25のエントリーポイントを通過しまして 47.、47.47が見えてきてるのかということでね、私は50ドルはね、終わりね、ベースで切らないんじゃないかなと思ってたんですけれど、ちょっと大雨の王子でしたねということで、まあ、第2弾のエントリーポイント47.47 47にね、えー、かなり近づいてきているということがあります。えー、ボリンジャーバンドマイナス2シグマの方にも、まだタッチはしてませんけれど、これに沿っての下落があるんであ あればね、まあしっかりと47.47 47で待ち受けしていきたいかなというふうに考えてます。 さあ DPSD ですね。こちらもエントリーポイント64.71。こちらの方にかなり近づいてきましたね。終値、ね、ベースで69.85、えー。マーケットオーバー中が開いている時の最安値は68.12ということになってます。まあこちらの方も綺麗にレンジをね、形成している低いところでということになってますので、まあこのね、レンジの低いところを拾っていきながらもう一段ガンと下がった時ね、この53.93。 二段目のね、エントリーポイントに到達したときに、まあ、しっかりと購入できるようにと。まあ、手ぐすね、引いて待っている段階ですね。QLD の方はね、まあ、力強いということで、まあ、最高値付近でのレンジに入っているということになりますので、まあ、ここえ、ね、安心感、レバナス乗ってての安心感っていうのがね、出てるのかなと。 一日遅れで出てきます。iFree Leverage Nasdaq 100。4月5日の基準価格は35,914円と。まあ月曜日はね、上げることは確定なんですけれど、まあ、上げきれてないですね。今回マイナス3.22と。そして金曜日が2%ちょっとしかね、上昇しておりませんので。ということで、3月4日につけました。38,016円はね、まだまだ遠いなと。はい、こちらね、10年歳ですね。とうとうね、 うん、しっかりと、えー、ボリンジャーバンド、プラス2シグマにね、えー、タッチしてしまったと。ま,あ、まさかの4.5ぐらいまでね、えー、戻っていくのかどうかっていうのをちょっと観測していかないと,と。まあ、券なのね、えー、保有されている方は、まあ、もうちょっとね、えー、買い場が来るのかもわからないなということで、まあ、基本的に私はレンジでね、えー、上振れしただけだと思ってますんで、まあ、安くなってるところをね、長い期間拾っていけるというのは、労働収入からね、えー、しっかりと、 購入できるということになるのでいいんじゃないかなと思います。さあ、逆イールドの方ですね。超短金利差逆転。また開いてます。0.349ということで。まあ、こんな感じでね、今年1年引っ張られるんじゃないのかなというふうに思いますんで。まあ、逆イールドの解消は早くて今年の後半。遅かったら来年以降ということで。ということは、逆イールドが解消しないんだったら株価は上昇するんですよ。ということなんで、まあ、4月。 5月、どのあたりでね、株価がね、上昇していくのか、まあ楽しみに。まあ4月5月、レンジの期間中に安くなっているものを、まあどれだけね、多く購入できるのかというね、ところになるんじゃないかなと。どこかで爆発分岐点っていうのはね、来ないのかなと。まあ逆にね、下落していってくれてもいいんですけどね。まあレンジの間、まあどれだけね、はい、仕事ができるかということで。NY ファングの方ですね。こちらの方もきれいに、 レンジに入ってると、高値圏内でのレンジに入ってるんで、まあ今ね、レバナス持ってても、ファングプラス持ってても、まあ結果、ウハウハ状態は続いているのかなと。えー、ただやはり、まあ高値の方はなかなか更新できていかないということで、えー、こちらファングプラスインデックスですね。1日遅れて出てきます。5万。 727円と3月25日につけました今年のね設定来最高値52,015円が遠いなと月曜日はこちらも上昇することは決まってますけれどもマイナス1.79はカバーできておりませんと2024年にね入ってから 売りの方がね、がラブを売った以外はないということになってますので、今はね、プラス243ドル4セント、実現損益が出ております。もうあとはね、テスラ2倍ブルが今年売れるのか売れないのか、それによって実現損益がプラス増えるのか増えないのかが変わってくるということになりますので、頑張れテスラということになります。 さあ、42年ぶりの大逆イールド、下落が来るのかということでね、対策はメンバーシップでやってます。そのね、一番下落が来る、上昇するのポイント、株価がね、乱高下するポイントっていうのはね、これなのかなということで、いつ 金利の利下げがあるんだということですよね。さあ、雇用統計の方を受けましてね、このいつ利下げがあると思っているところがかなり低下していると。えー、木曜日までは6月の FOMC で利下げがあると思っていた人が60%を超えていたんですよね。ですけれど、雇用統計を受けまして、や と、46.1%まで落ちてきたということになりますので、まあ、やっとね、マーケットの人たち、いわゆるこれが折り込み済みというやつですね、折り込んでいってくれるのかなというふうに思います。私は当初から6月はないというふうにね、まあ、断言してる、まあ、私の考えでしたけれどもと、まあ、それがね、現実のものになりつつあるんじゃないのかなと思います。あとは7月、9月、11月、12月、どの段階で利下げがあるんだと。利下げ 利下げが遅れれば遅れるほど、まあ、株価、ね、債券、難聴になっていくのかなというところですけれども債券、まあ、はね、多分利下げがないとなかなか、ね、本格的に上昇しないとは思うんですけれど。まあ、株価は、ね、思惑で 買って、え、現実で売れというような、これに近い小僧技があると思うんですよね。利下げがあるぞ、あるぞということで、株価が上昇して、で、実際に利下げになったら利益確定売りというようなね、え、こともあるというふうに聞いておりますので、さあ、どうなっていくのかと。で、雇用統計ね、これ、 ちょっとどうなんだというところがね、あるんですよね。結果ね、強い数字が出てきてるわけなんですよね。ただ、このねえ、雇用統計を信じるかどうかが鍵ということでね、どういうことかというと、雇用、働いてる人もね、え多いですし、まあ、求人の方もねえ、多いというような状態になってるんですけれども、結果、その内訳をねえ、見ていきますと、パートタイムとかね、アルバイトで働いてる人が多いんですよね。 ということは、ダブルワークをしている人が多いんで、同じ人が、まずは本業、そしてプラスのダブルワークということで、掛け持ちで働いているので、雇用統計が強く出ているという側面が、どうやらあるらしいと。 これを信じるかどうかですよね。働いてる人の中の内訳を見たときに、本業以外で働いてる人、本業プラスで働いてる人が多いから雇用が強いと出てるだけ。そしてそれを受けて株価が上昇してるけれど、本来は本業だけで生活できていくのがベストですよね。 わざわざダブルワークをする必要がない。なんでダブルワークをするんだそれはリボの残債が溜まっている。車のローンが払えない。住宅ローンが払えない。ということなんで、致し方なし。生活をしていくために致し方なしでダブルワークをしている人が多いという。 この現状が本当だった時っていうのはアメリカの経済ってそんなに強くないですよねということになった時にまあリセッションの足音っていうのがねえ聞こえてくるんじゃないかなと個人的には思っています皆さんがどう思うかは投資戦略のね鍵になってくると絶対に負けない取引株価が下がれば含み益下がるのは当たり前株式は下落と上昇を繰り返していきながら最高値を更新していきます一気セレクト商品のみと ですから、今ね、テスラ、安くなってますんで、どんどん購入していきます。損切りの必要なし、株価戻るまで余裕ぶっこいて感染、株で勝つためには入金力、これを高めていくしかないということでね、さあ、えー、来週、テスラが年次の、ね、中をうろうろするだけだったら、来週もちょこっと反発してからの下落があるんじゃないかと思っておりますので、どうなっていくのか、来週も楽しんで観測していきましょう。 最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。